私がマッサージしてあげる。横になって。あら、私も一緒にしてあげてもいいかしら。マッサージするのが好きなのよ。いいですよ。まずはここをマッサージすると。あ、エマ、そこはちょっと我慢してね。いつもここに来るとあなたの姿が思い浮かびます。あなたが雪に似ているからでしょうか。指揮官、ここに来たら数日前に見たドラマを思い出して、真似してたんですが、ひょっとして見られちゃいました。恥ずかしい。忘れてください、指揮官。やっぱり温泉まで来たからにはゆっくり浸からないとね。ついでにいたずらも考えなきゃ。じゃあ早速。ダメ。え、ミカ？もしかして温泉に入るの？うん、どうかした？いや、後にした方がいいんじゃないかな。今は周りに誰もいないし、もし一人で温泉に入って転んだら大変だよ。でも私は今入りたいんだけど。じゃあ足湯はどう？嫌だよ。じゃあ私と一緒に入らない？すぐ仕事を終わらせてくるからね。ちょっとだけ待っててくれない？わかったよ。じゃあミカと後で入ることにする。お掃除しようかな。ベローダ、掃き掃除は私がやっちゃダメ。足首をくじいちゃうかもしれないから、私に任せてくれない？ベローダはベンチで休んでて。うん、わかったよ。じゃあお願いね。昆虫かわかんないけど、毛がびっしり生えてる幼虫だよ。これ近くで見るともっとかわいいよ。ミカにも見せてあげなきゃ。ベロータ、ここにいたんだ。ずっと探してたんだよ。ミカ、見せたいものがあったの。これ見て。かわいいでしょ。ベロータ、それ触らないで。もしベロータに噛みついて怪我でもしたら。遠くから見るだけじゃつまんないよ。ミカ、これ見て。すごく小さいのにここに目もあるの。でも本当に危ないよ。早く離して。ミカ、やめて。え？私を追いかけるのもうやめてよ。ごめん。でも私はベロータのことが心配で。ミカは私のことを心配してるんじゃないよ。私が楽しく遊ぶのを邪魔してるだけ。ベロータ、そんなつもりじゃなくて、すごく危なそうに見えたから。もう邪魔しないで。ベロータ、どうしよう。ベロータの遊びを邪魔するつもりはなかったのに。おじさん、どうしましょう。
ベロータを追いかけた方がいいでしょうか。かなり怒らせちゃったみたいですが。ついてなかったな、お前ら。リロードも恥ずかしいです。これなら幸運のうさがたきって言えますよね。